夜になると目が冴える。全然眠くならなくて、時間だけが過ぎていく。ここに会を発足します。その名は夜のお楽しみ会。面白くしよう。楽しくしてても辛くても同じ朝が来るんだからね。君たち2名を天文部に任命する。この先輩を当てにしなさい。知りたいことを教えてやるよ。夜しか撮れない星空写真をさ、眠れない俺たち2人が撮るんだぜ。本当だね。マゴリがいると眠れなくて退屈な夜も楽しくなる。これってどんな関係だろう。私、中身がいないとさ、寝れないから。部活頑張んのもいいけど、楽しめる時に楽しまないと。イサキちゃんと一緒に行こうって約束したんだろ。自分を取り巻く世界の回転はあまりにも早すぎて、その遠心力で振り落とされないように必死で寄り添っていた。